皆さんごきげんよう。今日はですね、ミニマリストの光熱費を大公開していきたいと思います。ではもったいぶらずにささっといきましょう。2021年11月分の電気代ガス代の合計はこちら、どどん、2405円。イエーイ、パフパフパフ。いやー、すっごい安いですよね。俺、大学生で一人暮らしを始めてから電気代ガス代って結構安い方で、親からもあなた生活してるの？って言われたんですけど、生活はしてます。はい、普通に暮らしています。でもこれぐらい安いんです。昔からだいぶ安い方でしたけど、ミニマリストになってからさらに磨きがかかったような感じですね。で、このテプコのグラフですね、1年分、去年の12月から見れるようなので、その辺から金額を見ながらその推移を確認していきましょう。はい、去年の12月、ポチ、2652円。ドドン。皆さんきっとこう思っているんじゃありませんか。なんで冬の電気代ガス代そんなに安いのって。これはおそらくなぜかというと、自分冬は東京で暖房使わないんですよ。東京ぐらいの気温だったら別に、まあ服着ときゃいいかっていうぐらいなんで、暖房代がほぼかからない。かかるとしたら、ここのお部屋、給湯器がガスなので、寒くなった分エネルギーを余計に使うっていうことはあるかもしれないです。じゃあ次、1月、3177円。そうですね、やっぱり。寒くなってくると、電気分は消費しないであろうけど、ガス代分、ちょっと上がっている気がしますね。じゃあ次、2月、えい、ちょっと寒さの峠を越してきたのか、2650円、安くなってきてますね。はい、3月は2878円。まあこの辺は生活における誤差でしょうね。だいたいこの金額がアベレージと考えてもらっていいと思います。そして4月が、えい、2890円。まあ基本普通に暮らしていたら電気代ガス代合わせて3000円弱ぐらいになりますね。はい、そしてここからピンクのグラフが出てきます。これは何かというと、前年同月比のグラフです。去年の4月にふと数も見ていたら、あ、いい物件あるじゃんってここを見つけて引っ越してきたので、去年の4月は電気代ガス代低くなっています。はい、お次の5月、2668円。この辺が暑くもなく寒くもなくなんで、あんまり電気もガスも使わない、ちょっとお安くなってきてますね。で、だいたい前年同月と同じぐらいです。去年の5月よりも58円高くなっている程度なんで、はい、誤差です。次、6月がドン、3141円。まあ普通の家庭と比べるとまだまだ安いんですけど、去年の自分と比べると457円高くなっています。なんでしょうね、コロナによる原材料高でちょっと高くなっちゃったかなっていう感じですかね。7月に行きましょう。はい、ポチ、3124円。いいですね、夏になってきているのに電気代は同じぐらいをキープしております。そういえば今年の7月ってそこまで暑くなかったような記憶がありますよね。なのであんまり上がっていないんだと思います。ただし8月になってくると、ドン、4167円。はい、一気にここで4000円超えました。前年同月比と比べても760円高くなっています。今年暑かったのかな。いや違うな、今年の8月はですね、家にいる期間が長かった。もともと自営業で家にいる時間が長いってのがありますけど、いろいろ仕事の仕方とか内容を考え直して、家でゴロゴロできる時間を増やそうっていう風にしていたので、その結果それが大成功して家にいる時間増えましたと。はい、その結果がこれです。で、次9月、ポチ、おお、3288円。これは去年の9月と比べるとなんと1023円も安くなっています。あー、なんか今年の9月って涼しくなるの早かったような気がしませんか。多分そのおかげですね。よかったよかった。それでエアコンをそんなに使わなかったんで安くなったんでしょう。はい、では先月、
10月に、ドン、2960円。これも前年同月比で、プラス250円ぐらいなんで、1割前後ぐらいは、だいたい誤差と言ってもいいと思います。そして11月が、はい、これですね。やばいですね。この安さは、本当に今まで見たことがない。で、あとこの、テプコのグラフで面白いのは、電気代とかガス代単体に変えた時に、同じような規模の家庭と比較できるっていう機能があるんです。そっちも見ていきましょう。出ました。一般家庭と比べた時の電気代の推移が、こちらです。ドドン。やばい、やばいですよね。本当にこれは、やばい以外の言葉が思いつかない。電気代に関して言いますと、俺、ほぼ一般家庭の半分で過ごしています。すごいな、これ。つまり俺が電気代を、今月分1250円使っている時には、いや、もっとだな。半分以下ですね。青いグラフ、似た家庭の推移で見ていくと、2500円じゃ済んでないですよね。3000円ちょいはいってると思います。じゃあこれでガス代はどうなのって見てみると、こうなります。ドン。ガス代は、こっちの方も一般の似た家庭よりは安いですけど、ゴリゴリそんなに安いっていうわけではないですね。ということは我が家は電気代が超安い家庭ということになりますね。単身世帯。そう、この青いグラフも単身家庭のところと比べたグラフなので、決して家族が多いところと比べて自分の単身のところは安いよっていうわけではないです。東京で暮らしている似たような環境の単身の方と比べて、これぐらい乖離があるよっていうことなんです。電気代か。俺電気代って普段何に使ってるんだろう。日中はもうマジ眩しいぐらいに太陽が差してくるので、照明使わない iPad とか、今撮ってるスマホをね、充電するとき以外は、電気を本体では使ってますけど、電気代としては使っていないわけだし、デスクトップパソコンも一応通電してはいるけど、ゴリゴリは使っていない。冷蔵庫。はい。冷蔵庫使ってますね。ワンドアの冷蔵庫が弱モードぐらいで常に動いています。あとなんだろう。あと使ってるの、そうだ。モデム。ニューロの Wi-Fi のモデムが常に起動しています。ということは、常時電気を消費し続けるのって、モデムとワンドアの冷蔵庫だけ。それだけなんです。ああ、そうか、そりゃ安いよな。でもむしろ似た規模の一人暮らしの皆さんは何に電気代使ってるんでしょうね。こんなに乖離があるって。不思議だなぁ。昔子供の時にですね、こち亀の漫画かアニメで光熱費水道代の節約大会をするっていう回があったんですけど、その時にりょうさんのチームはもうすっごいゴリゴリ節約しまくり、お風呂の水とかも一滴一滴垂らしてメーターが動かないようにして貯めるみたいなことをやっていたのに対して、寺井さんの家族はいつも通り普通に暮らしていたのに、なんとそっちが優勝してしまうみたいなことがあったんですよね。それと同じで俺っておそらく生活している普通の状態がお金かからないっていうことなんだと思います。いやーすごいな、これは生まれながらのミニマリストの素質を持っているっていうことにしましょうか。はい、そうしよう。それがいいよ。はい、いかがでしたでしょうか。ミニマリストの光熱費大公開しましたが、自分で思っていたよりも一般家庭との乖離がすごかったです。皆さんもミニマリストになったら、もしかしたらこんな超お安い電気代ガス代になるかもしれませんよ。ぜひ試してみてください。それでは皆さん、また次回。